まして。はい、に、はい、第2問目。はい、第2問目いきます。方言クイズ。方言クイズ。雄大。雄大方言。ですね。雄大な光景。絶対違う。雄大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 。ちょっと、ちょっとで。なんか名前とかでもありますよね、名前。あ、わかった。雄大って言うと、すごい偉かった。夕日の台違う。雄大。いや違う。雄大。雄大。なんか僕言うねみたいな。あ、夕日。言う、違うね。雄大。話すの言うじゃないんだ。テッコ。人の名前でもありますよね。テッコ。テッコ。テッコ。ああ、ありますね。ありますね。雄大。そして全くわからないですね。正解言っちゃいますか。いや、あの、どんな風に使うの？どんな風に、どんな風に。美味しそうなごちそうが出て、雄大が出ます。雄大。雄大が出るっていう。あ、わかった。あ、お、はい。よだれだ。そうです。唾液、唾液、よだれですね。いや、この、この後の答えが分かったも全然こんな、腑に落ちないっていうか、なんかこう、喉に引っかかるんだけど。だからね、雄大。雄大ですか、あの、芸能人とか雄大って人。僕たちからしたらもう。よだれじゃん、みたいな。外気界で。はぁーい。うわ、あ、めっちゃ驚いてます。沖縄では震度3でも大慌てというかパニックになるんですよ。まあまあ、今ちょっと関東じゃ挨拶代わりですね。そうですね、全然挨拶代わり。なんか持ってくるんですよ、今日は。いろいろ地震久しぶりです。僕ね、普通そうなの。これなんか地球式みたいな感じ。もっとあれ、もうちょっと怖いやつ。全然違う話だったので、もうよだれから地震の話になりました。すごいすごい挙動不審になってるんで、ありがとうございました。めっちゃ興味ちゃう、びっくりした。ありがとうございました。